ジミー・テルアキ・ムラカミは、アメリカ合衆国のアニメーター、映画監督。ジミー・ムラカミ、ジミー・ティ・ムラカミとも表記される。カリフォルニア州サンノゼ出身。日系アメリカ人2世。ご半生はアイルランドで暮らし、同国アニメ業界の父とも呼ばれる。サンノゼの日本人コミュニティで農場を営む、日系移民の家に生まれる。第二次世界大戦により、 日系人強制収容所のトゥーリー・レイク、戦争移住センターに家族と共に収容され、この間に姉を白血病で亡くす。教師から本名のテルアキが発音しにくいので英語名をつけるよう言われ、当時の人気俳優、ジミー・スチュワートからジミーを選ぶ。ジミーがジェームズの愛称だとは、家族全員が知らず、ジェームズを選んだニー・ジュンイチと、 同じ名前になってしまったと後で気づいたものの、いずれ日本に帰るつもりだったため、ジミーのまま使い続ける。収容所時代は捕まえたカモメに日の丸を描いて飛ばして遊ぶのが趣味だったが、それを気に入らない監視党のアメリカ兵にすべて撃ち殺されてしまった。この頃に見たディズニーアニメの白雪姫をきっかけにアニメーターを志す。 1946年に収容を説かれると学校を卒業ロサンゼルスの美術学校シュリーナードアートインスティチュートに小学生として通いデッサンから油彩水彩や木版画まで習うと在学中に講師のアニメーターから誘われると23歳になる1956年からアニメーション会社ユナイテッドプロダクションズオブアメリカで働き始める周囲のスタッフは 赤狩りやストライキでディズニーを離れたアニメーターたちで実力を認めてもらうためサムライをテーマにした短編映画を自作し評価されるとキャラクターデザインエコンテ制作に携わった。1年後ニューヨークのピントフスタジオに移籍してデザインから背景制作、監督と幅を広げ1959年に手掛けたザバイオリニストは翌年のアカデミー賞短編映画 アニメ部門にノミネートされ、英国映画テレビ芸術アカデミーでは、ベストアニメ賞を受賞した。東京の東映動画で1年間働いた後1960年から5年間ロンドンの BBC テレビジョンセンターで、テレビアニメのプロデューサー、監督として働く。アメリカに帰国後アニメーターのフレッドウルフと共同で、ハリウッドに村上ウルフプロダクションズ社を設立し、 アヌシー国際アニメーション映画祭の短編部門でグランプリを獲得したザブレスなど多くの優れた作品を制作した。1970年にレッドバロンの制作に参加するためアイルランドのダブリンに滞在したのをきっかけに現地女性と結婚して同地で暮らし始めクワーターフィルムズ社を設立してアクションやアニメの広告に関わりいくつかヒットを得た。 1980年には、ロサンゼルスに出かけて、宇宙の七人を監督、ジェームズ・キャメロンに、美術監督としての初仕事を与えたほか、レーモンド・ブリックズ原作の、スノーマン及び、風が吹く時など、多くの映画賞に輝く集作に携わった。ウルフとの仕事のつながりは続き、1987年には、村上ウルフ社のダブリン支社を設立して、 ティーンエイジミュータント・ニンジャ・タートルズのテレビアニメシリーズ制作を開始100人以上のアニメ制作者を雇用した。2000年代に入り、更新の指導にあたり絵画三昧の日々を送るに、至っても映像制作への関心を絶やさず、ケイトブッシュのミュージックビデオに監督として参加し、裁晩年に広島への思いを劇場版映画にまとめようとした。村上はダブリンを拠点に、 国内外のアニメ制作に携わり、多くのアニメーターを育てて、アイルランドのアニメ業界の発展に貢献した。ダンレアリーの美術学校やダブリン郊外、バリファーモットアニメーション学校で講師も務めている。2006年にはデジタルエンターテイメント業が盛んなダンディのダンディ大学から名誉博士号を授与された。アイルランド人監督による記録アニメ映画、ジミー・村上。 ノームエイリアンに参加、きっかけは少年時代に収容所で描いた村上の絵だった。この作品はアメリカ国民として生まれたにもかかわらず、第二次世界大戦中に適正市民として強制収容された人々の人生に光を当てた。収容所跡地の裁縫など取材を重ねる姿を通し、原子爆弾が日常生活を変える様を見せた風が吹く時と並べて、 村上が、電気映画の制作まで静止できずにいた傷や、風が、に、村上が込めたというアメリカ政府への怒りが論じられた。亡くなる直前も、広島の原爆について感じることを主題に、劇場映画、ザ・モーニング・オブ・ A ・ハンドレッド・サンズを制作中だった。晩年の10年間は海外に集中し、油彩や水彩の古典を開き新作の注文に応じるなど、している。 ジャンルは、写生から、生物が、また彫刻も若い頃に手がけた。東京で仕事をした時期には、水彩と基版画を展覧会に出している。電気映画の制作期間には、少年時代を主題に一連の油彩を描いた。絵画団体ロイヤルハイバーニアンアカデミーの絵画、デスサングループ会員。2014年2月16日、妻と娘二人。 孫4人に見取られて80歳で死去した。2013年には、リングル国際映画祭にアニメーション業界の貢献者に与えられる村上賞が設けられ、その第一回受賞者に選ばれた。ありがとうございます。